Oh!
あ。ようござんすか？新年のご挨拶してから交代にたったったーって言うんですか？挨拶なしで、え、なに？俺が挨拶すんの？はい、それでは、令和2年最初の、式の細道始めていきまーす。よろしくお願いしまーす。本年もよろしくお願いいたします。デートなしき金曜スパツ X、 よろしくお願いいたします。というわけで開幕戦がまさかのセロさんと山本さんというね、しかも竜ガエルいいですね。始球式ですね。さあ始球式からの勝利、お互い開幕球を打っているのはお互い飛ばせようとして飛ばなかったってやつですね、本当に。昇竜かサマー打ってくれみたいな感じですけど、さあソニックから、さあ有利なのはこれはあれですね、ガイル側がセロテープさんで、リュウ側が山本さんですね。さあシンクは冷静にガードしている。さあこの状況、ガイル側が体力は勝っているんだが、どうなる、勝利カルトのところに反撃入れられない。ああ分かんねえぞ分かんねえぞ分かんねえぞ分かんですよね。さあ令和最初の式の細道、はい、一番最初にラウンド取ったのは山本さんの竜ということになりましたね。しかもかっこよく昇竜拳ということでね、本当にいい感じですね。視察を象徴する昇竜拳を破られる限り俺は倒せんぞと。さあこれはさすがに遠いですよ。ソニックからソニックって、さあバックタックル、さあ昇竜拳しっかり出る。さあめくりから中ゴス、ダイヤしか繋がんない。さあ、あ、ここは竜巻で抜けたったら思いのほか移動が遅くて踏んでしまったやつ。昇竜拳バレてる。サマーで切ってソニックから下段波動拳で割り込む。昇竜拳はいやー今昇竜拳届いてなかったっすね。いやあれ大勝利だったら当たってんじゃないですかね。どうなんでしょうか、そこは有識者にお任せいたします。さあ令和最初の勝利は誰になるのか。さあ相打ちだからダメージを取っている相打ち。さあ動画いつも見ているようにうまくいかない相打ち。ダイヤシャ波動からソニック打ってソニックブームファイヤー飛んで、さあわかんねえぞ、飛びからダメル。では最初はセロテープ、ありがとうございます。じゃあ山本さんあとはマイクを。いや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 、残機使いがダブルサマー出すと思わなかったですからね。いやーびっくりしました。さあ続いて河村さん、すいません、あのルール変わってまして100円まで自分でクレジット入れてください。さあエセ竜使いを倒した後は本物の竜使いが来てしまいました。リュウガエル、さあ河村さんの竜ちょっとね久々というところでガエル戦大丈夫かっていうところがありますが、なんかそれっぽい動きはしているぞセロテープガエル、なんだ出るぞ、普通にダブルが出るぞこの人。裏剣相打ちからのナックル、普通にガイル使いっぽい動きをしているぞ。あれなかなかあれなんですよね、操作してもその後ナックル出せないんですよね。しかしここはしっかり対空昇竜竜巻で荒らされている。画面端はさすがにしのぎきれないか、これはちょっと厳しいところ。さあいやーめくり、よし裏落ち竜巻引っかかってしまった。ダイゴスからの4段ピヨっている、もう無理だ。さあ本物の竜使いを思い知らされてしまった河村竜勝利。続いてリオンさんですね。さあ厳しいところだった、
さあ、今日はですね、1、2、3、4、5、6、7、10人、ちょうど10人で、やっていきたいと思います。今日2020年1月10日ということでね、令和もついに2年になってしまいました。さあディオンさん、S ケン、皆さん明けましておめでとうございますということでね、新年一発目の式の細道、最初の勝者はセロテープガエルでした。そう、式ガエルを名乗れるかもしれない。さあ剣と竜で打ち合いが成立する組み合わせ、あれ X でも成立するな。さあ画面端激しい押し、お冷静にタッチアッパー、これが使えるとちょっと厳しい。昇竜出なくてもワンボタンで対抗できる、超安定対空ですね。さあゴニャッと飛んだが投げ刺さる。川村さん投げ、あの画面端を押してくるのがうまいですね、見てると。さあ真空が読まれていた、海から昇竜、おっと沖昇竜に引っかかる、今のは減った。さあダヤシきっちり勝利で落として、ちょっとダヤシが浅かった。さあ波動打ち合って弾に飛んでいく、超至近距離になった。真空で削って、まだあるぞ。さあ飛びが刺さった。さあ続いてエクスパーさん、川村さんがバンバン倒していって、さあ同キャラ対決、エクスパーさんのエクス竜同キャラ対決、開幕飛びが刺さる。エクスパーさん開幕波動打つの珍しいっすね、あんまり打たないタイプ。飛びがドンピシャ。さあこっからだぞ、しかし押し返されている。ゲージが欲しいところ、さあエクスパーさん先に放出、エクスパーアッパー、さあアントビからのシンク、上からいった、またしても3段ピオリーチだぞ、飛んでいる、おっと強パンチ飛び込み強昇竜、川村さんが締めた。さあ土方さん、土方さんは新年一発目あれですかね、土方竜残技使わなかったですね。さあ開幕し飛び昇竜、さあまたしても川村さん得意の画面端に持っていってる昇竜、おっとなんかまだ振り向いてなかったぞ、モーションが裏に立ち集計が出ていた。おっとダイゴスからやってしまった、竜巻で空竜で越してしまった。飛んだがドンピシャで飛んだが何もいかなかった。さあ自ら画面弾いてしまったが体力は大幅リード、真空さえもらわなければまだある。
お互い真空、いやちょっと後出した、ちょこっとだけ後だった土方流、これはちょっと分かんないですよね、お互い息を合わせてる感じですから。さあファイヤーがやらしい、めくり空達、昇龍出る、さあ波動踏まして、いい勝負だ、おっと真空呼んでいた、さあ真空削りで終わり、川村龍勝利、だいぶ暴れているぞ。さあ続いて金子さんかな、さあ続いて、川村さん、あーごめんなさい、川村さんの龍に対して入っていくのは金子 DJ、 これはちょっと厳しいか、読んでいる、さあ削りが、削りで終わりきろうと思ったら飛ばれていたが、フライ投げ、さあ画面端まで、また得意の画面端まで持っていく、飛びが刺さる、おっと入れ替わった、しかし金子 DJ がさほどエアスラの後近づいてこない感じ、これは竜波動打ちたい放題な感じ、おっ飛んだが安いぞ、危ない危ない、ごちゃってるごちゃってる、さあカーニバルで抜ける、しっかり波動を見ていた、強昇竜、さあ裏落ちから投げ、さあ飛んだ、飛びが刺さる、なかなか画面端から出れない、しかし飛びに落としていく、投げる、さあ真空で削っていくが、体力差はお互い一発ぐらいなもの、あっ飛びが通ってしまった今昇龍を、ヒロポンさんですね、続いて勝利を用意していたような動きはあったんですがセーフですね。さあベガ DJ、入っていくのはヒロポンさんのベガ、単独1位で今あれですね、川村さん龍ですね、この組み合わせベガきついというところですが、さあ裏から入ってピヨってない、しかしだいぶダメージを取ったぞ、カニにスライディングが刺さっている、これベガやりにくいはずですよ、スライディングだけで動けなくなる、マシンガンだいぶ体力を奪った、さあ今度はこっちの番とばかりに、あーっと普通そばとカニが刺さる、投げる、開幕ダブルにはガードして投げ、ジャックで落として、さあこれ画面端、おっと入れ替わった、ラッキー、しかしきっちり切っていく、お一歩下がってダブル2が刺さる、
ちょっと飛びが早かったか。続いてカーシムさん、金子 DJ 勝利で、今日は試合のペースが早い、サクサク進んでいく。さあ入っていくのは川島談義、これは厳しいか、談義が、あー DJ が厳しいところ、近づかれたくない感じ。しかしうまいこと言ってる感じには見えるぞ。さあリバサで、これはまさかの、さあ足払いにジャックを刺していく。お、立ち台系が機能している。おっと抜けてきて、ダブラリから抜けてきてスクリュー。さあ残り数ドットだが、あーっとダブル出している、あーカーニバル出している、ダブラリが出ない。さあ続いてハクさん、さあ入っていくのはハクフェロン。お、これ組み合わせちょっと分かりにくい、なかなか見ない組み合わせ。多分 DJ の方が球がある分と思われるが、おっと入っている、めくりから入っている。これは、ピオリはしてない、マシンガンコンボがピオリはしてないですが、かなり減っている。さあ前歩きに中足、いやー金子 DJ 勝利。おめでとうございます。セロテープです。2つ P ガバがほぼ山本チュンリー。ほぼ山本チュンリーは令和2年からまだ細道で一勝もしてないですね。さあ壁橋、すごいヘリ、死ななかっただけでありがたい。さあもう削り圏内なのでかなり厳しい。ゲンが当たって1ラウンド目はほぼ山本チュンリー。ジャックめくりはガード、投げて受け身がない。さあ体力4割ゲットして DJ、 なんとかめんどくさいことになる前に、おっとめんどくさい、すでにめんどくさい。今度は投げさせないとばかり、左前列は使わせて、めくりはガード、投げ返し。
すみません、じゃあ何もわからないですけど僕がマイクを持ちます。土方です。次ははい、次は山本さんと、山本さんとセロテープさん、セロテープさんですね。はい、よろしくお願いします。僕知識ないんでよろしくお願いします。いや僕も知識ないんで僕も知識ないんで、あのノリと勢いでよろしくお願いします。この組み合わせはチュンリーですか？どう考えてもチュンリーですよね何が来てんすか？全部でしょあれでもまず気候圏とか、あとはただ捕まるとめんどくさいのは全キャラ共通であるので、こういう感じで持っていくことができるんですね。そうそうそう、多分いろいろ、要は近づいた後はいろいろできるけど、近づくまでが気候圏だったりとか、あと百裂キックだったりとか、なるほど、いろいろあると思うんですよ。捕まえましたね。これはセロさんがうまい。なるほど。あのなんだっけ、フリーキャラが、あの要は有利キャラに対して勝ってるのは基本的にやってる側がうまいです。なるほど、対策してるってことですね。そう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 、あの立ち位置キックみたいなのが結構厳しそうですね。終わりましたね。おお。ありがとうございます。まさか投げ、ザンギに投げ行く人いないと思いますからね、普通はね。まさか回してると思わないですからね。いやいやいや、いやいや、卒業してないんで、うん。僕は、あ、そうそうそう、あれですね、金子さんの DJ、はい、そうです。で、ごめんなさい、セロテープ残儀に入っていくのがディオンさんの S ホークかな、これ S ですね。ちょうどこの位置から見えないですよね、ゲージが。これね、 S ホークいろいろと通常技が強いらしいですが、あまり使ってみないと分かんない。おっと、しかしダブラリーで、お、先に飛んでてドロップキックとかなんか、おっと回してる、逆に回された。まさかぐるぐる回してるよねっていうね、逆の発想ですよね。さあ3ラウンド目にいったか、おリバーサスクリュー、やっぱりね、簡単に入っちゃダメですよね、間合いに。さあぐるぐるといく、危ない、危ないぞ、これはセロテープ残儀危ないぞ、危ないじゃないか、危ないじゃないか。危ない、危ない危ない、あーっとやってしまった。ラリアットの足元を蹴られてる。さあさあ、金子さんまだ1回目ですよ、ですよね。ちょっと赤いあれの入る位置が、さあ、入っていくのが エクスパリュー、さあ自ら画面端に来たが、ちょっと前に出る、シンク、おダウンまでいかなかった。何回も昇竜している、ゲージ回収バッチリですね。ここに昇竜欲しかった、上から来られて、あっシェッター、死んでいる。一回ガードしたら死ぬって言いますからね、これね、上手い人に言わせると。もうこれあれですよ、フォーク使い的には死にパターンですよ、ね、リュウ絶対勝てないですよ。しかし入れ方だいぶ体力差あるぞ、コンドルが刺さる、フォア。
さあ、ディオンホークに入っていくのがドカタ流かな、ドカ流、ドカ流、ドカ流が入っていった。ここはちょっと大事にいきたいところ。おっと強昇竜ちゃんと出ている。そうなんですよね、基本昇竜が出れば落とせる。さあファイヤー、いやらしいぞ今のファイヤーは、あの距離はどうにもならない。問題はこの頬の軌道ですね、変なところから飛んできた時に落とせるかってところですね。おっと踏んでいる、美味しいぞ今のは。バイゴス中足、おおおお、最後の昇竜は怪しかったがうまいこと勝利。さあ川村さんの先ほど大連勝、大爆発、大連勝の川村龍、おきっちりアントビしている、きっちりじゃないか、怪しいか、多分アントビできていると思いますけどね今のタイミング。さあ昇竜見送った、大足を合わせていく。2回目ですよねこの2人同キャラで当たるのは。さあきっちり強昇竜、おっと竜巻で越えたところを大足払い入れていく、飛びが入って今日お大足払いだけで勝っていく。さあドカタ流勝利、続いてヒロポンさん、ヒロポンさんが2キャラ目はなんだ、バイソン、これはちょっときついぞ、画面端がすぐ来てしまう。お、しっかりファイヤーを当てれた。あ、しかしクレイジーなんだ、ガードしてなかったのか、何かをボタン押したのか、半飛びっぽいタイミングでしたが、あっという間に体力が溶けた、残り2割、いや1割だぞ残り、ここから厳しいぞ。お、表三段きっちり、おー魂の大足払い、感謝の大足払いが刺さった。俺は許さんとばかりにゴチゴチいった。さあヘッドで抜けていく、さあオアからゴチゴチ直接、これは厳しいぞ、体力差がだいぶある。投げる、1ターン目は投げる、あー大足振ってしまった。さあヒロポンバイソン勝利、続いてハクス、あ違います、カワシムさん、カワシムさんは2キャラ目はなんだ、おっとバイソン同キャラ、これはちょっと強力な組み合わせ、
どっちが先に仕掛けるか。さあ、いった。まず1回目のゴチゴチ。さあ、使い切ったが、あまりレイジ使ったが、おっと、ダッシュアッパーか、今中盤が刺さっている。さあ、下、上、さあ、いった。バイソン同キャラといえばこの組み合わせ。さあ、ゴチった。さあ、カワシムバイソン勝利の続いてハクさんですかね。さあ、ハクさんがキャミーだ。キャミー出してきた。おっと、タンパをクーリガン。クレイジーが2発だ。助かった。しかし芋掘り出ている。さあ、上から画面端。おっ、ちょっと早かった。ゴチゴチされている。フーリガンと、おっ、投げ、何が起きたんだ今謎の投げたら投げられたのか。おっ、めくりを。さあ、来たぞ、フーリガン。クリをダッシュで、ダッシュアッパーでうまいこと。さあ、ゴチゴチいった。ゴチゴチいった。さあ、カーシムバイソン勝利。続いて金子さんですね。いやー、今のキャノン出なかったか。ガードしてキャノンでいけたような気がしたが、分かってるのとできるのとは違う。ここが難しいところ。さあ、入っていったな、金子ガイル。あれ、これダメだぞ、これ良くないぞ。これはカワシムバイスは厳しいぞ。うまいこと全部食らっている。さあ、ビオッタ、いやー、これは厳しい。これ、いやー、今日はサクサク進んでいる感じ。さあ、うまいこと距離を外されている。さあ、たまらず出してしまったが割れた。あった、2周目にも当たる。さあ、金子ガエル勝利。最後のプレイヤーの金子ガエルが勝利なので、連勝数カウントですね。全プレイヤーに1回ずつクレジット入れたんですが、最後のプレイヤー金子さんの連勝が止まるまで、我々の乱入が続きます。まずはほぼ山本さん、今のところトップが金子さんの DJ と川村さんの龍なんで、もう金子さんの決勝進出は決まってるんですが、まあ、ガイルで出るか DJ で出るかみたいなのがありますからね。さあ、投げてお見合いから
トルネリ裏切らせて裏剣リフト戦列使ってしまうが出さない。さあこうなると金子さんの硬い守りを崩すのは難しい。さああるのか、なんとか投げ圏内まで持っていったが最後は相打ち。ロケン、さあサマーが当たる、投げてシュワシュワ入らない。裏剣が入ってサマー固めタイム、スピニング出したが、さああとは戦列を当てるだけの人と戦列だけは当てられない人。裏剣が置いてある。さあ、さあ、入っていくのがセロテープザンギ。ザンギ選んでいく。やはりメインキャラなのね。さあ開幕飛び。そしてロキックからが。しかし2周目合わせる。相打ち OK。さあしかし1ラウンド目、1ラウンド目は取ったが、これがセロテープさんの基本行動なので、ここから始まっていく感じなのか。ダブルをしっかりガード、投げちょっと早かったのか。さあもう開幕ソニックはないぞと思わせてのっていうのがやっぱありますからね。まだね可能性はゼロじゃない。いやティザーで潰したが続かなかった。おなんかシラの手先を殴る。しかしソニックは厳しいところ近づくことできず。さあ続いてがエクスパーさんかな。エクスパーさんが、エクスパーさんいます。エクスパーさん入りました、入りました。なのでディオンさんか。ディオンさん、ディオンさん一回お願いしていいですか。クレ入ってるの使ってください。どっちかエントリーした2キャラのどちらか好きな方。さあ、エースホーク来た。ホーク使い大好き、ガイル戦本当なんすかねって言われてますけど。さあしかし近づけないとどうにもならない。三角が、お後ろから、しかし様 N コパーさせないと。さあ、おっと2発きっちりお釣り入れてくる。やらしいところ。さあ引き付けアッパーで落としていく。あれこれで最後かな。さあ
いや、最後勝ってますカーシムさんに勝ってる。5勝ですよ。カワシムバイソンに勝ってますからね。さあ相打ちが多いが、そうっすね、そうっすね、そうっす、そうっす、4人目。さあ4勝、もう1人だ。4勝が3人。じゃあエクスパー代打で土方流ということで、さあ河村さん時間まだ大丈夫、はい、さあここで土方流が見せてくれるか、湯刈り戦。さあ開幕竜巻、それはよろしくない。サマー立て付け食らっている。さあ打ち合って、さあ打ち合って、あーっと全然半飛びになってない、危険飛び込み。せっかくのダウンが、さあこれはもう真空当てたい。いやー見送られた。打ち合いになっているが、おっとなんだ今の、中足連打に大足を刺していく、よくわからない大足、今日すごい大足が光ってますね、土方大足が。しかし飛びを通してしまう、上から暗い投げ、あー飛んでしまったか。さあ金子ガイル5ショート、金子 DJ か金子ガイル、今日3位が上位3人が2人なん、あ上位3人が、川村さんの竜、金子さんの DJ、 金子さんのガイルなので、直接決勝です。川村さん対金子さん、さあ、アドバンテージがついている。金子ガイルが1勝からの3先、あ、クレジットごめんなさい。さあ決勝、令和2年最初の決勝、2020年最初ですね。さあ、1P 側川村龍、 2P 側金子ガイルと、さあ画面端に押していったのは川村龍。なんですね、令和2年最初の四季の細道も、四季の細道、あの1回戦が我々の竜ガエルで、そうですね、決勝戦も竜ガエルという、あ、そういうことですね、スト2のお手本のような、スト2の、まあ、我々のはちょっと、おっとすごい、勝利スタブに合わせたんでしょうか、なんかスタブっぽいのが見えたけど、カラキャンっぽかったっすね。いやー、あそこに置いてあるセンサーすごいですね、素晴らしいぞ今のは。さあこれは逆に行ってしまうので端になってしまうが、ダメージは取った、ファイヤー欲しかったところですね。あれはなんか正面からのアントリーを選ぶ人もいますね。あー裏に行くのを逆に、そうです、おっと昇竜中ボス最初に取ったのは川村龍だ、ただアドバンテージがついているので一時
まあでもそうですね、なんかアクティブなタイプなのでこれをどこまでさばけるか。おっと、暗い様、しゃがみ暗い様はなかなか読みづらい。さあ竜巻、ダイヤ置いてある、打っていく。さあさあ画面端だが、画面端だが波動でもダメージが取れるし、さあサマーは読んでいた。あーっと上からも来ている、足まで持っていって竜は、そうですね、波動でダメージを取るのか足払いを入れていくのか。ダイヤシですよね、やっぱり ね、そしてソニック海の竜巻も確かにありますね。今みたいなところですね、あのタイミングで出しておけば。さあ昇竜、あれが昇竜は得意、2回転目に昇竜。さあアントニーは失敗したが竜巻出していく。さあ高かった、おっと食らっている。さあきついぞ。さあしっかり見送って、昇竜には足は出さなかった。さあ2射目、カナコガエルが取って、さあカナコガエルリーチですね、リーチリーチだぞっと取り返したいところ。さあファイヤー当たって、さあカナコガエルの鉄壁の守りが崩せるか。相打ち、ダイヤシだいぶ体力差がついてしまった。さあめくりからダブルサマー削り、さあ金子返りリーチ、まずいぞ。ダイヤシ、さあきっちり最大入れてますね、見えてますね、やっぱり、細かいことなんですがその積み重ねがないと勝てないのがガイル、やっぱり硬いっすね。そうですね、端まで持っていくのはできているんですが、さあミスを見逃さない。さあ画面端入れ替わる感じ、真空も使わせる感じ。さあ無理やりこじ上げていく、今度はガードだが投げが受け身が取ってない、ダブルもガードでファイヤーこかす。さあ投げる、取り返した、魂の投げですね。さあラウンド取り返したので、素晴らしかったですね、怒涛のラッシュでしたね。サマーが溜まっている、さあおっと中足置いてある。さあ厳しくなってきたぞ、ロックの数が。さあ中足が当たってしまうが、さあワンチャンあるか。あ最後はサマー引っかかった。令和2年初優勝は金子ガイル、おめでとうございます。一言いただきましょうか。いやー川村さんありがとうございました、金子さんありがとうございます、一言お願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、というわけで皆様今年もよろしくお願いいたします。可能な限りねみんなで頑張っていきたいければと思っております。ちょっと噛んじゃったね。そうっすね、なわけで、なわけで、はい、あ、そして、はいですね、今日ちょっと四季の細道には間に合わなかったんですけど、はい、遊びに来てくれてる、ああなるほど、バイソンの方、田口くんさんが、はいはいはい、来週怒涛の小物道ですね、はいはいはい、バイソンダルシム、ダルシム、そうですね、鈴鹿さんでしたっけ、鈴鹿さんの、そうですね、そうす、鈴鹿さん見てますか。見てますか、歌舞伎さんは今ここでコソ練してますよ。はい、ダルシム戦はしてるかどうか分かりませんが、はいですね。さあそしてその翌週にはなんとエボジャパン的なものがありまして、 ありますよね。あれあれですか、アニコレですか。いや違います、 X は実機です。 X 実機なんだ。 X 実機と、なるほど、あとウルツーとターボもあるんですけど、はい、まあそれはまた別の方やってるんですけど、永田正月さん主催でやってて、はいはいはい、まだエントリー受け付けてるんじゃないのかな。ウルツーもウルツーで別にあるんですね。ウルツーは、フースケさんが主催で、はいはいはい、プレステのそうですね、あ、いやウルツーですからスイッチです。あスイッチか、はい、
それとターボはターボで、あれは何やるかちょっと把握してないんですけど、あー、はい、とかターボもあるんですか。だからスト2関連だけで3つあるんですよね。え、そうなんすか、はい、サイドトーナメント。そうなんです。で、まあ、さらに言えばウルフォーとかスト5とかも当然あるんで、はいはいはい、なんかもうストリートファイター的なものだけで大丈夫ですか。エントリー皆さんしてます？ XA の方なんかね、あんま伸びてないみたいなんで。ああなるほどね。はい。XA あんまりそういうね。そうですね、まあちょっと前もってってあんまり得意な人、告知も足りてないのかなってのもあるんですけど、まあ皆さんぜひ。そうっすね。去年みたいに別に福岡とかじゃないんで。そうですね、東京ですよね。はい、東京で電車や車で行けるとこなんで。あれでも東京を名乗ってるけど実際には東京じゃないところでしたっけ。東京っぽいところですね。あ、東京っぽいところですね。東京っぽいところで、海沿いのどっかしらですよね。そうですね。ごめんなさい、詳しいネタ、はい、僕も抑えてなくて。なるほどですね。なんでそちらの方もエントリーしてもらったり行ってもらったりすると。じゃあ土方さんとかエントリーしてもらって。そうですね、はい、一応エボデビューしてもらうしかないですね。なかなか指揮代表として、なんかね、噂なんですけど、はい、実機でやるんだけど、はい、なんか自前のアケコンもさせるみたいな。あー、あれですね、 USB のやつですよね。なんかそういう処置を施してるとかしてないとかいう噂を聞いたんで。これヨーロッパの方のエボでもそういうルールでしたよね。そうですね、だから、うんうん、はい、なんかパッド勢の人でもできちゃうという。なるほど、はい、ヒットボックスの方でもできちゃうという。ヒットボックスありなんですか、あれ。多分今のところノートは聞いてないんで。なるほどなるほど、はい、まあまあ多分そんな厳しいレギュレーションではないと思う。なるほどなるほど、そういうことですね。一応なんか昨今の e スポーツやってる人とかでも参加できるようなルールを考えてるっぽくて、で、だから X にはちょっと珍しいシングルのキャラ替えありのダブルイリミネーションとかな、はいはい、ちなみにワンオンなんですかね。ワンオンですね。あ、なるほど、はい、じゃああれですね、強いキャラが有利っていう、圧倒的な割と、まあ、そうですね、有利なルールなんですよね。最近の e スポーツに寄せてる感じで、だから、はいはいはい、団体戦ではなくシングルのシングル戦なんですね、はい、で確かキャラも申告し、毎回変えていい的なやつだったと思います。はい、え、永田さんも出るんですか。じゃあ、いや、主催の人は出るかどうかちょっと分かんないですね。あー、ホンダとかね、シングルだとちょっとねっていう。ホンダはちょっとあれですけどね、永田さんは関係ないじゃないですかね。え、はい、って思いますよね。こんなこんなで、なんか、はい、まあ、今月だけでもまだ、はい、イベントが盛りだくさんと。そうですね、エボジャパンの次の日あたりに確か、はい、次の日決勝の日か、決勝、いや、うん、ネボジャパンって、そうか、何日かやるんですよね。そうです、日曜までやってるんですけど、はい、その同じ日曜に、はい、深谷さんの対戦会なんかもあったりして、なんか深谷ロボッツの、はい、なるほど、今年もなんかいろいろありますね。もう1月から週末どこを取ってもなんかどっかでなんかやってるという。なるほど、はい、感じなんで。さあ皆さん、はい、あれですね、もし時間の空いている方、興味のある方おられましたら、そうですね、ぜひぜひご参加お願いしますと、はい、まあ、我々あんまり、僕はエボには顔を出すんですけど、はいはいはい、ちょっと他のことやってるんで。あ、なるほど、はい、お忙しいな、ね、X には出られないという。はいはい、あ、そういうことです、ね、X やってると怒られちゃう。はい、僕あんまり噛んでないんで。はい、全くなんですけどね。はい、まあそんな感じで、はいはい、今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。し、ね、というわけで大丈夫ですかね、今日のところ。はい、はい、じゃあすいません、お相手はセロテープさんと山本さんでした。お疲れ様でした。お疲れ様です。失礼します。